Hello there. フィニッシュスキル準備完了。ブローニャ行動中。ブローニャ行動中。フィニッシュスキル準備完了。艦長、次の目的。私はこの先で待っています。これらの刻印が天皇の座です。聖人の道はなしで争わず。ようこそ、来訪者ライデン・メイさん。君の来訪は予見してたよ。私の名前を知ってるの？この王石楽土では万物は全て認知によって生まれる。この世界に来た瞬間から君も認知の一部なんだよ。はじめまして。僕は先行者、火を追う英傑の第七位だ。でも、できれば、
君には名前のスーで僕を呼んでほしい。あなたが天啓の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただの目印だよ。そのせいで君の認識に影響を与えたくない。君も僕も同じ志を持った求道者なのだから、名前で呼び合おう。何かの規則なのかと思ってたわ。エリシアも随分と気にしてたみたいだったから。エリシアのこだわりには彼女なりの理由がある。肩書きは組織が生まれた時に欠けてはならない意味を持つ。彼女に先見の明があったからこそ、僕たちは存続する機会を手に入れた。しかし、君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。しかし、君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。だから、礼儀にこだわる必要はない。君には探すべき、もっと大事なことがあるはずだ。来訪者よ。封じられた過去を追い求めるのなら、菩提の派に従って進むがよい。これは、幾千万とある運命の中で、君に、各社の道を教えるものだ。私に試練を与えるつもりはないの？苦難は試練だが、安らぎもまた試練さ。君への試練はとうに始まっていて、これからも続いていく。見て、聞いて、感じる。足を止めるたびに、選択をするたびに、君の自我は鍛えられる。いつか、君の求めた答えが、君の心に現れる。そして僕は、この世界と共に、君の旅路を見届けよう。諸行無常、すべては因果応報。刹那消滅は無限法要に過ぎない。さあ、この無限の光の中に足を踏み入れるといい。これが天啓の目。知恵と芸術は今先生が助けてあげましょう。Thank you.
お店に行くの。先生が助けてあげましょう。後継者に何か伝えた方がいいと。先生が助けてあげましょう。天の道は利して害せず、聖人の道はなして争わず。今のあなたが持つ視界は実に。私に見せて。私は全部の手配。
その小道を覗いた時に、
やあ、来訪者。あなたの瞑想の邪魔をしてないといいんだけど。気にすることはない。僕はただの影。この天地も過去の残存した光景に過ぎない。王子は消え去り、個人も帰ってこない。存在がないなら邪魔もないだろう。他の人と比べて、あなたは随分と心が広いわね。ここにいる人はみんな自分がただの記憶体だって知ってるの？多かれ少なかれ気づいてはいるよ。受け入れるかどうか、話したいかどうかの違いだ。今、君の前にいる僕も、数の一部でしかない。人の心の奥深さを記憶だけで語りきれはしないだろ。だから、僕たちのことは気にしなくていいんだ。これは君たちの時代、先人の幻影に左右されるべきではない。エリシアやエデンに聞いても同じ答えが返ってくると思うよ。やあ、来訪者。あなたは他の人と違って欲望がないみたい。執念も希望も欲の一つだよ。心に望むものがなければ、僕はこの宝石楽土に存在することもない。じゃあ、あなたの望みは何なの？崩壊のない世界。ここの人たちと同じさ。そう？でもあなたは外の世界を少しも気にしてないみたい。君がもう教えてくれたからさ。どういうこと？ここに答えを求めに来る人がいるということは、先行者の計画はもう失敗に終わったということなんだろう。大丈夫。君の来訪は地上の火種に炎が灯されたことを証明しているのだから。いつかこの時代の人々も歩むべき道を理解するはずだ。でもあなたたちが導いた方向に進むとは限らないわ。それも幾千万とある選択の中の一つ。君たちがした選択だ。人類の英知はちゃんと受け継がれていると僕は信じている。君たちが先人より遠くへ行けることを願っているよ。エリシアのところで、ユーゴ戦士の番号のことを聞いたんだけど、影
決の順番とは一致していなかった。あなたは第8位だけど、番号的にはエリシアと近いのよね。CM004、 それが火を追うがでのわらわの番号じゃ。その意味を何時ならわかるはずじゃろ。4人目の融合戦士。ああ、あの頃の技術はまだ成熟しておらぬ。様々な副作用が発見された。ケビンの周りにある霊気、エリシアの妖精のような尖った耳、それらがそうじゃ。わらわに関しては多くを語らずとも、これを見てわらわの行動を予想したんじゃろ。その話をするつもりはなかったわ。反感を抱いてるみたいだったから。反感、それでもわらわがそうなった事実は変えられぬ。幸いこの技術は改善され、わらわたちのような融合戦士はほとんどいなくなった。さくら、自分のコードは CM004 って言ったわよね。ああ。001はケビン、002はエリシア。じゃあ003は誰なの？メビウス博士、わらわを融合戦士にした人じゃ。趣味消しの中で一つの葉が落ちることは、一つの世界が終わることを意味する。枯れ葉が落ち、消え、無存の海に溶けて無限抱擁になる。しかしこの記憶だけの世界では意味が違う。全ての景色が過去のものだからこそ、終末へと向かった世界は消滅の瞬間に停止し、記憶の中で始まりも終わりもない時間を繰り返している。僕にとってそれは終わりのない傾聴、瞑想、それと明記を意味する。命の帝国、死、喜びと悲しみを聞いた。世界の誕生、消失、繰り返すことを考えた。僕たちの善行、悪行、そのすべてを記憶した。来訪者、君の心に迷いがあるようだね。行ってみてごらん。あなたとケビンは窮地の中。そうよね。火を追う賀に入る前から互いに知っていたんでしょ？彼は僕の親友だ。ずっと。あなたたちの過去を見せてもらったわ。君のおかげで彼の未来を知ることができた。今でも彼はあなたの知る彼と同じだと思ってるの？ケビンの選択が正しいかどうか、それは後世のものが決めるだろう。たとえ時が移り変わっても、人の心には消えない、変わらない何かがあると、僕は信じている。それも、各社としての答え？これは、数としての答えさ。